28年度第1回静岡県行財政改革推進会を開会いたします。委員の皆様にはお忙しい中ご出席いただき誠にありがとうございます。出席者につきましては元々の座席をご確認いただきたいと思いますが、本日はこの委員が主要につき欠席でございます。本委員会は公開とし、会議録を皆様にご確認いただいた後に公開いたします。また本委員会の模様はインターネットを通じてライブで配信を行っておりますので、ご承知願います。それでは開会にあたりまして、西林知事よりご挨拶申し上げます。こんにちは。今日は西林君のお集まりいただきましてありがとうございました。今年4月19日に各知事の西林と申しますが、よろしくお願いいたします。委員長、加藤委員長ですね、皆様方には21年度から29年度までの期間、委員長をしておりまして、昨年度は8回にわたりご議論いただきまして、さまざまな意見書をいただきました。中でも学校給食の関係につきましては大変課題があったところでございますけれども、3月の2月に意見書をいただきましたので、4月の25日にですね、28年度の第1回の総務局会議がございまして、教育長の教育委員の方々と地域との面談する実際の会議がございましたので、市が提唱申告について対応進めるようにですね、依頼申し上げたところでございますので、また教育委員会の中で検証した結果をですね、委員会の方に対処していきたいというふうに考えております。それから県の方の全体的な動きでございますけれども、平成27年の末にですね、全部の市町村、市や町でですね、人口減少に対する人口のビジョンとですね、その政策が全部出来上がりました。特にその中でですね、今まではですね、どちらかと言いますと、人口減少にどう対応したらいいかということの対応戦略というものを一つ考えておったんですけれども、有識者会議の皆さんからもご意見いただきまして、人口社会を当然受け止めてですね、その社会の仕組みをどう変えるかというですね、適応戦略も合わせてですね、やはり考えてですね、両者をうまく組み合わせて伸ばすことによって、人口減少社会に対応していこうということも言われておりまして、それを県の総務戦略の中の大きな柱に入れてございます。で、この委員会でも昨年度、委員の皆様から旧来の古い仕組みを、必要を踏まえ見直していく必要があるというご意見をいただきまして、いろんな課題に対しまして今年度も検討していただけるというふうに伺っております。農業環境を中心にまた今年度のテーマを設定いたしまして、皆様方からいろんな意見をいただきましてですね、従来の仕組みやルールにとらわれない形でですね、新しい形の仕組み作りをですね、県としても進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ちょっと1年間また長丁場になっていろんなご意見をいただくことかと思いますけれども、ぜひ昨年度につきましてですね、期待のないご意見をいただきまして、会を運営していただければ幸いでございます。簡単でございますと冒頭の感謝させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。なお、吉林知事は主要につきまして、ここで答えいたします。それでは、早速2時に入りますけれども、ここからの進行は佐藤理事長にお願いいたします。それでは議事に入りたいと思います。本日は第1回の委員会であります。最初に1年間の開催方針について委員の皆様と認識を共有したいというふうに思っております。それでは議事の1、静岡県行財政改革推進委員会28年度開催方針について事務局から説明をお願いいたします。
改革課長の市川です。座って説明させていただきます。よろしくお願いします。それでは当委員会の今年度の開催方針についてご説明いたします。お手元の資料1をご覧ください。28年度に検討していただく課題でございますが、1検討する課題の括弧1大綱の取り組み期間を通じて検討する課題としまして、行財政改革大綱の進捗状況の検証、指標の見直しの検討、続いて富士の国市民共同事業レビューの実施方針検討や結果の検証等、外郭団体連携評価結果及び個別の外郭団体の課題の検証、行政経営研究会との連携の4点について検討してまいります。また括弧に28年度に検討する課題といたしましては、27年度に本委員会において旧来の古い仕組みを実用を踏まえて見直ししていく必要があるとのご意見を頂戴したことも踏まえまして、農業分野における県行政の仕組みのあり方についての検討を、また意見書への対応状況といたしまして、学校給食補助教材にかかる検証、さらには27年度もご検討いただいた公の施設等の管理運営の最適化にかかる検証、以上3件についてお願いしたいと考えております。3つの課題のテーマ等についてご説明いたしますので恐れ入りますが、その下の2大綱期間中の年度別スケジュールの、下段括弧に28年度に検討する課題を合わせてご覧ください。まず1点目の農業分野における県行政の仕組みのあり方につきましては、農業改良普及院や試験研究機関など県の組織についてご検討いただき、具体的な見直しにつなげてまいります。とともに関係する外郭団体等の在り方についても検討いたします。2点目の意見書への対応状況につきましては、26年度27年度にご検討いただきました補助教材学校給食に関しまして、意見書別冊への対応状況についての検証を引き続きお願いいたします。3点目の公の施設等の管理運営の最適化につきましては、指定管理者制度の効果に着目した検証をお願いしたいと考えております。また今年度はファシリティマネジメントの一環として経営施設の管理についての検証を行う施設アセスメントを県で実施いたします。その結果の外部評価につきまして当委員会でお願いいたしたいと考えております。なおそれぞれのテーマについて具体的にどのような議論を行っていくかにつきましては、佐藤委員長ともご相談の上決定し、その都度ご連絡申し上げて進めてまいりたいと考えております。委員の皆様の率直なご意見をお聞かせいただきますよう改めてお願い申します、続いて年間のスケジュールをご説明いたします。それでいきます、資料1の裏面をご覧ください。次回6月の第2回は行財政改革大綱の進捗状況の検証と事業レビューの連携テーマ及び対象事業の選定をお願いいたします。その後8月以降におおむね月1回のペースで委員会を開催し、2月の最終回で意見書の取りまとめを行います。開催回数は昨年度と、同じ8回程度を予定しております。非常にご多忙の中、申し訳ございませんが、具体的な開催日程につきましては、なるべく早めに調整してまいりますのでよろしくお願いいたします。説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。はい、どうもありがとうございました。昨年度当委員会でまとめた意見書ですが、従来の古い仕組みを、実情を踏まえて見直していく必要があると、こういう意見を県にお伝えいたしました。今年度は今説明がありましたように継続している課題に加えまして、昨年度の教育分野の検証を引き続き行うということ等に、喫緊の課題といたしまして新たに農業分野の検討も行いたいと、こういうことでございます。
詳細は今後の委員会でご説明あるものと思いますが、ここではこうした課題やテーマを検討する上で、現時点に皆様、委員の皆様のご意見やご感想につきまして、一言ずつコメントをいただきたいと思います。お一人3分程度でお願いしたいと思いますが、それでは松本先生の方から。今年もよろしくお願いいたします。まだまだ勉強不足なところがたくさんあるものですから、今回、数としてはテーマの数としては同じなんだけれども深さからいくと、それなりにこうちゃんと積み重ねていかなければいけない、テーマが多く、例えば、補助教材も一つの区切りはあるけれども今後それが本当にこう、ちゃんという仕組みとして、地域の中で静岡県の中に根付いているのか、あと、静岡県の、有得の人を作るという中ではその学校教育がこれを補助教材等々全部を含めてどういう役割を伝っていくのかっていう、もっと踏み込んだ中身が、求められるし学校給食も基本的にこうおかしなところはこう、だんだん分かってきたけれどもそれをこうきちんとした形で地域の中で変えるということからいったらどうなっていくのかっていうところがまだだしでまた今度新しく、農業というものが出てきて、それから施設のアセスメントも行っていくし指定管理者についても効果をちゃんと検証していきたいっていうようなことになると随分と現況をしっかり、分かってないとできないというところもあるのでそのあたりこううまく委員会と事務局とか、情報を交換できる仕掛けというか時間というか、心構えというかいうのも
こちらにも伝えていただきたいなと思います。というのは例えば農業の見直しといっても、静岡県の農業がどういう姿 が望ましいのか、例えば、大規模化をしてやはり世界に打って出るんだっていう姿を理想とするのであれば、どういう組織編成になっていくのか、いやそうではなくて、ある程度いい商品をきちんと作るっていう基礎的なことをまずは見直していきたいっていうのであれば、そういう組織もあるし、六次産業ということがあった中では、そういうものを産業とセットにするんだっていうと、じゃあ今の農業の仕組みと産業界でどういう中継ぎを県の方の立場でしなければいけないのかっていうところで、現況を把握してああだこうだという前に、どういう姿が静岡県の農業として望ましいのかっていうところが見えてないと、ちゃんとしたこう意見交換ができないから、でそうなると静岡県としてどういう意思を持っているのかっていうところを、示していただけると、その話の積み上げが分かりやすくなってくるかなというふうに思います。行政改革委員会という中ではそういった方針とかいうのが出にくいのかもしれませんが、行革の委員の中方から、各担当課というんでしょうか、そちらにここはこうその各課を共談する場ではなくて、特に考える場であるべきだと思うので、その課が望んでいる理想的な姿、理想的な静岡県という理想をこちらに提示していただけると、こちらもそれなりに考えられるので、そういう関係を、持ちたいなというふうに思っております。それから本当にこの頃マスコミで、政治家の方の話がいろいろ出ていて、静岡県は大丈夫だろうなというふうには思っているんですが、ちょっと前に大分の方県議で6万キロぐらい交通費を出したとか、支給何十分とか、この場では関係ないのかもしれませんけれども、そういう形で少しこう市民の目というのが政治家の人に対してちょっと厳しくなっている中で、こういう理想を語っていろいろ行政を変えていくっていう時には、やはりそういった身辺もきれいでないといけないと思うんですね。ですから静岡県 その議員さんは少なくとも交通費には関してはちゃんと、領収書を出しているよとか、チェック期間があるよとか、そういう基本的なところは、ちゃんとできているっていうところも示すべきだろうなと、静岡県がそんなことをやってるとは思ってないということを前提に、そういったところも少し行革の中で情報として、出していただければ、一般の方からどうなんだ、行革やってるからっていう部分もあるんですが、どうなんだこうなんだって言われた時に、いやもう全然きれいなものさと言えるように、こちらも情報を持っていきたいなというふうに思いました。ちょっと余分な話もありましたけど、以上です。ありがとうございました。次は県外にお願いします。寺田です。よろしくお願いいたします。私もこれを議題ということで、前年度に提案したわけですけれども、非常に 大事な分野であるというのはですね、今まで私の知るところでは、農業という目旗、インドを出せばですね、すべて通じるということで、割合批判を許さない分野になっていたわけなんですね。政治の分野でも、山越とかいろんな関係でですね、口を出しにくかったというところがあると思うんです。で、私が記憶するところではですね、この分野、非常にストックされているお金っていうのが結構あるんじゃないかな。例えば、米中心でずっと来ましたから、新しい農業基盤も同じなんですけど、そんなに変わってなくてですね、やはり米中心であるということで、今時代は変わりつつあるんですよね。そういう中でバイプライフの施設とか、あるいは多分お茶の方も入ってるんだけど、さまざまな分野で使われなくなったお金っていうのが業界方面で言えばですね、あるんじゃないかな。だからそれをトータル的にですね、この分野はこれぐらいのものがストックされていて使われてないよと、バイプライフの施設なんかすごいお金ですけれども、そういうものがですね、どのようなものかというのは一点ぜひこの出していただきたいなというのは、これ希望なんですけども思っています。そしてですね、ちょっと達成しますけれども、今サービス産業 70% と言われている中でですね、ちょっと達成を許していただきたいんですけど、これ中日新聞のですね、3月22日2030年お寺が消える日というのが出てます。で、お寺どこじゃなくてですね、農業も全部変わるよということで、お茶農家、みかん農家では空中をドローンと埋まってですね、AI ロボット、今人工頭脳が10年後の世界ではもうかなりウェイトを占めるだろうということで、農業分野も全部そういうふうにしてやるんだということ
10年でまるで様変わりするんだ。だから10年後に残る職業、あるいは10年後にはもう必要なくなる職業と逆に言い換えて、そういうものをきちんと精査して、本当にどういう対策をですね、スピーディーに打っていくか。我々の仕事っていうのは、今高木さんもおっしゃった通りですね、予感なんですけども、そうじゃなくて、その一環としてですね、やっぱり新しいもののこう在り方というものをですね、目まぐるしく変わる中で提案していきたいしですね、そういうものにも一つのご意向を与えていただきたいなということで、やっていきたいなと思っております。特にその今元に戻しますけれども、農業分野についてはそういうこと、関連しているところ、あるいは畜産にしてもですね、無駄なところで手を入れられなくてお金が余っているところがないから、それを潤沢に回していくということと、先を見通してやっていくこと。でこれはですね、つい先だって、トレーラー25メートルって出ましたけど、これは私この席で番組言ったんですよね。25メーターっていうかね、国際的基準で言えば、本当にハブで、港へ着いたそのコンテナがですね、運ぶところがないんだよと。今は運転手不足で2台つないで25メーターで OK ということを言ってますけども、それじゃあ橋梁の強さどうするんだ、今までの、16メーターですか、そういうような基準をどうするんだと。何もないんですよね。先を見通して何もやってこないということで、ぜひですね、そういうものもできれば、手を振りたいなという気がいたします。以上です。はい、長澤です。今年もよろしくお願いいたします。行財政改革推進委員会ということで、改めて、自分たちのやるべきことはというふうに少し考えているところ、改革というのはただ減らすだけではなくて、減らして変えて作るという話くらいもちょっとしたと思うんですが、より良い改革っていうことはただ減らせばいいというのではないということも考えながら、県民のために何を作って何を残すのかみたいなことを十分考えていって議論していければなというふうに思っています。でそんな中で、ずっとここの議論の中で言われてきた、古い仕組みを実情を踏まえて見直していくという、ここ非常にやっぱり重要なテーマだというか、もうキーワードになってくるのかなと思うんですが、学部団体だったりとか教育をずっとこう何年もこう皆さんで議論している中で、私自身感じていたのは、別にその古い仕組みに乗っかってそれに甘んじているわけではなく、それがいいと思ってやっているではなく、でも自分たちでは変えられなくて、自分たちも苦しんでいる、その仕組みに縛られているけれども変えられないみたいなところが実はたくさんあったのかなというふうに思っています。なので、こういう推進委員会という非常にこうある意味フラットだと私は思っているんですが、の場で、いろんな意見をぶつけながら客観的な、視点における議論というのをしながら、それを担当、要するに自分たち当事者である、課とかの方たちに返していきながら、キャッチボールしていきながら減らす、変える作るみたいなことができていけたらいいなというふうに思っています。で、学校給食のこともそうなんですが、給食会の課題、学校給食会の課題っていうのを去年、主に多分議論もされたと思うんですが、その中でこの場でも出ましたが、もう新しい状況にあった新しい課題っていうのがもう出てきてるわけですよね。格差だったりとか、給食が食べられないとか、そんなことの中で、じゃあ学校給食会とか学校給食の在り方はもう少し変わってきてるんじゃないのっていうような、返礼もまさにここの場で出されたと思うんですね。だから、こちらから提言をしたことが学校給食会とか平等だとか公平だとか公正だとかっていうことだけではなくて、その提言書にあったその新しい課題を自分自身でも、学校給食かなんかでも出しながら、それも返していただきながら、またこちらで議論していったりできれば、すごくもっともっとこう県民にとっていいものっていうのができていくのかなというふうに思っています。で、もう一つ言ってしまうと、この古い仕組みを実用に踏まえてって何回も言いますが、指定管理者制度なんていうのは、今も寺田さんもおっしゃったように、どんどん変化をしていく中で古い仕組みではないわけですよね。ですが指定管理者制度っていうのは、その教育だったりとか農業だったりとかに比べれば、全然旧来の古い仕組みなんて何十年前からありましたっていうものがちょっと
ていうのが違うと思うんです。でももう古くなってしまっていたりとか、その当時に合っていなかったりとか、いろんなものが出てきていると思うんです。だからその旧来の古い仕組みだけではなくって、本当に今現状に合っているのかっていうところは、もう何十年やってるからっていうところに縛られないで、やっぱり考えていかないといけないのかなと思います。今から5年後には今の職業の 75% はないとかっていうような大学の発表も海外ですから出ています。本当にAI と、IoT ですねによって、もう約5年後にはもう今のことを考えられないような社会になっているかもしれないということも踏まえながら、やっぱり柔軟に減らす変える作るみたいなことを考えていきたいなというふうに思っていますので、ぜひまたそんなのでフラットで楽しい違い、有意義な議論ができればいいかなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ終わってお願いします。根源度の課題ということで、農業、それから教育関係と公共施設ということですが、教育関係はすでに一つの方向性に向かって動いていますから、これを継続的に PDCA じゃないですけれども見直していくということで、非常に地道な議論が期待されるというふうに思いました。一方農業とそれから公共施設については、私の思いますのは、この一つ一つの個別の仕組みも大事なのですけれども、合わせてもう少しこう対極的な議論も必要になるだろうと思っています。特にこの委員会はいろいろな分野の知見を持った方がおられます。で、具体的に申しますと、例えば農業分野、すでに他の委員の先生からご発言ありましたように、これまでの農業の流れの延長線上に将来があるとは限らないです。それからその農業部局の組織の見直しということが課題として挙がっているのですが、農業を取り巻く環境を見ますと、先ほど言いましたハイテク、イノベーション、ロボティクスなんていうのもあります。6次産業といえば、今度は2次じゃなくて3次産業の流通とかマーケティングになります。あるいはその従事者の方の生活のライフサイクルとか、あるいは青少年の新しく参入してくる職業の選択、就業支援とかですね、非常に横断的、複合的で、おそらく農業のことは現状の農政部局の部分で話が収まらないという感じがいたします。かといってあんまりこう広げてしまうと議論が発散してしまいますので、それ少しこう対極的な論点と、この個別具体の組織と両方を見る必要があるだろうと思っています。それから公共施設の施設、老朽化の問題とか更新していくというアセスメントの問題、そして今の農業もそうなんですけれども、おそらく大きな変革が起きるのですが、それがいかなる変化になるのか、あるいはこの方向に行けばいいというモデルが見えないというようなことも高木先生もおっしゃってましたけれども、おそらくモデルは一つではないと思いますし、それは大震災かもしれないし、TPP のような国際関係かもしれませんが、大きな変革があるであろうというのは多分共通して、想定されていると思うんですね。で、問題は何が起きるかを予測することよりも、むしろ大きな変革が起きたときにどう対処できるかということを考えますと、やはり自律的な活動ということに尽きるのではないかと思っています。ですから、対極的なと申しましたのは、その原点に返って、一つ一つの組織のありようを見る一方で、農業は農業、あるいはこの施設管理は施設管理が自律的にこう困難を乗り越えていくために、行政がどういうサポートができるのかと、そういう論点で議論できると面白いなというふうに思っています。
古谷でございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。この農業を取り扱われるということは大変タイムリーだと思います。今お話がありましたように、ね、TPP にしろですね、今まで農業というのはどうも私はスピード感に乏しい要請が行われてきたような気がいたします。そして先ほどから話がありますように、政治に絡んでお金がストックされている面があるし、その辺の使い方を、解きほぐしていく必要がある。でその時ですね、やっぱり環境に対応できる農業で、この静岡県の農業をどうしようというのか、先ほどから話がありますようにビジョンをやっぱし作り上げるべきだと思います。でそれに対して、行政をどういうふうに組織替えしていくとか、そういう要するに未来の農業っていうのは、まあ、先ほど、先生がおっしゃった予測できる農業ではないけど自立する農業というふうな話がありましたけど、まさにその通りだと思います。で私はもう今静岡県の農業を見ているとき、お茶農家の人には悪いんですけど、お茶という固定観念にどうもとらわれすぎているような面があるし、お金がそこに行き過ぎているような面があるような気がします。もう一度静岡県の農業を、グローバルに考え直す時期ではないかなと思っております。それから、この農業というんですけども、どうもこの農業というよりも、農業インダストリーといいますか、農業産業といいますか、こういうふうな領域で物事も考えていく必要があると思います。今静岡県の新成長産業、戦略会議の中で静岡県が大きく打ち出しているセルロースナノファイバーというのがございますけど、これは森が生み出す新しい新素材ですよね。そういうのを考えたときに、森というのは林業でございまして農業でございます。でそういうことを考えていきますとですね、この農業というものも新しい新成長戦略産業の一つとして、ボーダーラインを設けないで考えていく必要が大いにあると思います。ぜひですね、この農業タイムリーだと思いますので、静岡県の農業をどうするかビジョンを打ち出していただくことが一番大事ではないかと思います。で未来の農業ということで当然スピード感を持ってやっていきたいし、そこを私たちは精査できるということは大変嬉しいことだと思っております。以上でございます。ありがとうございました。それでは山本に。山本です。どうぞよろしくお願いします。先ほど来皆さんお話ししているように、農業ってすごく分野が広いので、なんかある程度的を絞っていただかないと私の力ではついていけないかなとちょっと不安も感じておりますが、あまり知らない分野なので楽しみにはしております。で、あと28年度に検討する課題の中で、その今までの意見書への対応状況とか、公の施設の最適化と継続してやってるところをできるだけ徹底的にその実施状況をフォローしていただくことをやっていただかないと、なんか委員会の存在意義がなくなってくるのかなって、言いっぱなしで終わってしまったら非常に良くないことだと思うので、この辺はできればちょっとしつこいぐらいにやっていただきたいかなと。で、あと行政経営研究会っていうのが始められたわけで、この辺のその成果っていうんですか、研究会っていう名前なので研究しただけで終わってしまったら意味がないと思うので、できればその辺のこういう成果がありましたみたいなやつが見れればいいかなと、その辺をお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。今山本委員の方からの実行力を問われるというような話でした。この委員会で、そうね、これね、どう決定しますか。そういうような話でございまして、ぜひそこは留意しながらお進めていきたいと。
ところが委員の皆様からあのいろいろなご意見をいただいたとおりでございますが、特にあの新たな検討課題の農業分野というのにつきましてね、まあ、あのちょうど戦後の農地改革というのがありまして、農地改革から約70年ぐらい経過をしてきたということで、ちょうどあの DPP も視野に入れまして、ね、農業の三法ですね、農協法、農地法、農業委員会法、これがあの、まあ、新しくですね、改正され、施行されているとこういうような状況でございまして、まあ、農業の再生に向けてですね、大きな転換期を迎えていることは事実だと思われます。で、これまで農業ってあの、どちらかというと、というご意見もございましたが、あの農業行政というのがあの行われてきたりとかですね、非常にあの、まあ、制度が硬直的な推移してきまして、この間にですね、80年間の間に、まあ、戦後の食料不足からですね、今は食料が余っている部分もありますし、まあ、こうしたあの食料分野、食料市場というのは大きく変化をしてきているということも事実だと思うんですね。で、こういう需要の変化にですね、制度の仕組みが追いつかないと、こういうような状況でここに至っているのかなと思います。で、それがあのさらに既得権益を生んでですね、岩盤規制のようなことになって、改革を拒んで、まあ、その結果どうなったかというと、逆に農業の衰退を招いてきたという側面が あるのかなと。こうしたあの農業のですね、実態というのをよく精査してみる必要がある。で、成長産業に変化して、再生していくという大きなチャンスがですね、現在来ているんではないかというふうに前向きに捉えることが必要かなというふうに思っています。今年度の予算を見ましても、今日の予算を見ましても、農林水産業の産業力強化というのを重点戦略に掲げていくと思います。県の行政においても、まあ、今までの組織の改革、それから関連団体という機関を含めましてですね、見直しをする、それから技術革新という話もございましたが、技術革新の導入によってですね、生産性を向上させるとかですね、まあ、実効性のある規制改革だとか、魅力のある産業の政策に転換するという観点からですね、まあ、さっき農業の時は非常に分野が多いという話でしたけど、関連部が多いという話でしたけど、私としてはやっぱり産業の政策としてですね、農業の政策っていうのを本当にもう抜本的に直してみるということがですね、非常に重要ではないかというふうに思っています。まあ、ただいま皆様からいただいたですね、ご意見の指定も踏まえて、今年度は資料1の通りですね、検討内容を定めて進めていきたいと思いますので、今回よろしくお願いいたします。それに対してどのくらい人が言って投資
業の中でですね、水道産業をやられたと思うんですけども、こういうのを、この一日計算機をおっしゃったように、できたら、もう一つですね、ぜひちょっと冒頭で言うの忘れたんで、一回静岡県って大政、大名の機会と、もう一度みんなに分かってもらえれば、一体借金はこのぐらいあって、税収はこのぐらいあって、これは他県から比べればどうだろうかね。意外と皆さんに分からない。例えば教育費って、大学大の若者を入手するって、よく議論なんですよ。これもありましたけど、一体年間ね、静岡県が背負っている、静岡県の財政から出している教育予算はいくらなのか、国から出してお金はいくらなのか、合計してこれかけてね、そういう数字って僕はあまりはっきりみんな持ってないんだよ。で、医療費はこんなにある、介護費はこんなに、一体静岡県の財政で国からの、国もお金ないじゃんって言うんですよね。じゃあどうやって本当にやって県はどのくらい自立して、さっき自立してあったけど、やっていけるかって、この情報もね、実は今回、ちょっと冒頭的に教えたので、ぜひ出していただいて、県民の人がみんな理解しないといけないんじゃないかと思うんですね。あの、持ってる人は知ってる人は知ってるんだけど、ほとんどの人もお話、今度いろんなところでお話ししてると、静岡県の人口いくらか知ってますかって答えられる人多いですよね。あなたの町の人口どのくらい、あなたの町の医療費はどのくらい、あなたの町の介護はみんな分かんないですね。やっぱりこれ理解してないと、最後からしっかり見てないと、みんなの盛り上がりだ、みんなのサポートがないと開発できないって言うんで、ちょっと冒頭で忘れたんで、ぜひ見て。はい、ありがとうございました。まあ、農業の統計については、実際にあんまりよく分からなくなって、というのは今まで産業レベルで、農家っていうレベルで言ったことですから、農家っていうのは静岡県に7万あるんですよ。7万世代というか、世帯に受けるんですよ。ところがそのうちの実際 の販売量だというかね、量として、実際に受けてる人って3万人ぐらいだから、でその中で特に実際にね、専業でやってる人って1万ぐらいしかないんです。で、その1万ぐらいの中でまた法人っていうと300円ぐらいしかないんで、結局その今まで世帯ということで考えていくと日本が減ってるんだけども、実はその農業一生懸命やると何回もいくかでも結局兼業農家の方が多いんですよ。だから農家っていうレベルで1世代あたりの人と比べると、今なんか農家って減災で貧しいと思ってますが、実は一般の金融世帯の所得は多いんですよ。というように非常に、ね、よく分かりにくいというか、そこら辺の全体で説明しないと誤解しないと、農家というと、例えば僕はびっくりしたんですけども、県庁だとかね、それから市役所、市町で働いてる人、農家の方が多いんですよ。そして今日は草取りですからとか、タイマーキーですから休みますと、兼業を認められてるわけです、農家の人。だから、役所は、兼業農家のウィークエンドの、私たちの大学農家、もう今、退職されましたけど、学長だった方は、土曜日、日曜日、国分寺やって、お米食べないし、それでも大学の学長と教授できるんですよね。で、専業農家って、何を言うのかなかなか難しいんだけど、静岡県の農業法人って言われましたでしょ。農業法人が今作り出している農業生産額と、おそらく県の全部の農業出荷額の3分の2ぐらい占めてる。ちょっと統計はっきり持ってないんで申し訳ないので、今度調べてほしいと言われているので、そういったことを実態を踏まえて農業の問題っていうのは、ぜひ、議論していただきたいなと。ちなみに農業生産額って何くらい、2500億くらい、安か300億くらいですね。3000億を29年まで目指すと書いてありましたね。それでも当然ビジネス経営が主体なんでしょうけど、でもここで農業というぐらいは農業生産額でしょう。だからいろんな人が含んでるんですね。だからそれもその精査していく必要です。完全な把握って考えるとできないですか。
患者も含めたものもデータ的には集めます。入りにくい分野だと思います。さまざまな形で、ね、思い入れがあるから、それでいろんな制約もあるし、でましてや多分ね、ほとんどのものがいろんな形で補助金をいただいてやってる。そうするとその中で、まあね、いただいた関係であと何十年かは拘束されるっていうのがあるくらいのことで、そういう中で燃えてるもんだから、株式会社等の参入とその今の制約、農地所その農心地域の分野へ新たに入れないとか、さまざまな制約があると思うんです。だから非常に触りにくい分野で、これやってかざるを得ないという気持ちがあるんですよね。多分ね、ストックされているいろんなものをね、やっぱりある程度こう白日の問題に出して、どうしていくんだっていうのをやらないと、今度の TPP とかいろんなさまざまな農業分野のものも入ってきますので、その中で対抗していくことはできないんじゃないか。それから10年後を睨んでね、あと後継者とかその、どうしていくんだろうという問題を考えるときに、どうしてもある程度の資料、そういったものが必要じゃないかなというふうに考えます。ありがとうございました。時間の関係もありますので、それでは次の議事に移りたいと思います。富士の国市民共同事業レビューの実施概要と対象施策の選定について、事務局から説明をお願いいたします。
その他の基本的な枠組みは変更ございません。対象事業数につきましては、昨年度同様、4つの施策を、1日2つの班、これを2日間で行いまして、全体で4つの連携テーマ、8つの事業を対象といたします。事業につきましては、効果がある、一定の効果がある、あまり効果がないといった効果の判定を引き続き行います。専門委員につきましても、昨年同様、ご都合のつく委員の皆様に、専門委員として事業レビューにご参加いただきたいと考えております。後日、参加のお願いを改めて、いたしますので、よろしくお願いいたします。続きまして、対象施策の選定についてご説明いたします。それは資料2の裏面をご覧ください。まず、昨年10月に策定しました総合戦略を踏まえて、本県の人口減少対策の観点から、過去のレビューでの実施状況や関連する予算事業数などを参考に、12施策を選定いたしました。この12施策につきましては、資料3に、一覧表として記載をしております。資料3の表のうち、太枠で囲んである具体的施策と書かれた列にあります。丸1から丸12が対象となる12施策になります。さて本日委員の皆様にはこの12施策の中から4施策の選定をお願いいたします。選定にあたりましては公開の場で県民からご意見をいただくのにふさわしいか、あるいは人口減少社会を見据えた若者の県政理解参加の促進に資するテーマかといったような観点でご判断いただければ、幸いでございます。なお、担当部局が重複しないようなご配慮をお願いいたしたいと考えております。選定していただいた4つの施策につきましては、今日、決まりました以降です。担当部局と、事務局が協議して、施策ごとに連携テーマ1つと対象事業2つの候補を選定し、その結果を次回6月13日の第2回の委員会でご審議いただきます。なお皆様にご審議いただく際の参考として、宇治の国づくり学生研究会からの意見を資料の3に学生の視点として記載しております。そこにございます通り、いずれの施策についてもレビューで、議論する意義があるのではないかという学生の意見がございましたが、その中でも特に興味関心が高いというものについては、一応下線で示してございます。説明は以上でございます。それでは本年度の事業レビューの対象となる4つの施策の設定につきまして、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございました。ただいま説明がありましたように、今年度は、開催場所が、初めて県庁会の静岡県立大学であること、ということでございまして、まあ、新しい基軸としてですね、ちょうど7月に参議院選挙があると思いますが、18歳以上の若い人が初めて投票したということを踏まえてぐらいの時期になると思います。非常に、今日も学生の方はですね、お見えになっていただいております。未来志向で新しい意見が聞けるのというふうに期待しておりますし、それから今まで、継続して出ていただいているベテランの県民の方からも意見を伺うというような仕組みになって、いろいろ新しい新基軸をお考えになって実施するということでございます。それで、資料3にあります丸1から丸12までの具体的施策の中から、事業レビューの対象4施策を選定して、いただきたいと思います。で、どの施策も人口減少対策に必要なものでありますが、県民にご参加いただく事業レビューで若者の県政理解参加の促進を促す上で議論するのにふさわしいテーマはどの施策でしょうかというような観点なども踏まえて選んでいただきたいというふうに思います。また議論する政策分野の幅を広げるという意味で大きな分類ですね、その表で
戦略の大柱というところでございますが、4つありまして、1は産業雇用、2は交流魅力づくり、3は出産子育て、4は地域民間連携にそれぞれ、3つの施策があります。それで、バランスから言いますと、この4つの大分類からそれぞれ1施策を選ぶのが適当ではないかというふうに思っております。それから、対象となる施策の決め方ですが、原則として最も多く委員の皆様の票を集めたものに決めたいと思いますが、こんな方針で決めてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。今日はちゃんと手回しをここに表がありまして分かりやすく掲示されることと思います。それではこれから委員の皆さん全員に順番にご意見を伺いますので、12の施策の中からお一人について2つ程度の施策を取り上げていただきたいと思います。お一人3分程度で、またおつの子からこちらからじゃあ高木議員からお願いします。はい、私はいろんな考え方があるんですけれども、やはり、これ非常に人口減少で厳しいことですし、っていうのは日本が全部起こってるから、どっかが勝とうと思うとどっかが負けちゃうっていうような状況か、外国からどんか地球全体では増えてますから、そういう新しい取り組みになるのかっていうところで、日本の中だけで完結するのであればもう取り合いになるしかないってことなんですよね。で、そうした中で、とにかく人を育てるっていうことじゃなくて、静岡県は有徳の人を育てていく、または有徳の人で小町づくりをしていくっていうことで、そうする有徳っていうか、その豊かな人を育てるっていうことには何が必要なのかしらっていうと、やはり文化とか芸術とか、またその、食べて飲んで、食べて寝て、学んでということではなくて、もう一歩上のそういった芸術文化をちゃんと享受できる社会をどう作っていくのか、でまたオリンピックっていうこともありますから、それまでにどういう環境整備をして、オリンピックで何を世界に発信して、それから10年間ぐらいどういうふうに世界の人たちをこちらに呼び込むかっていうことの戦略も作っていかなきゃいけない大切な時期だと思うんです。でそういうことから見ると、やはり文化観光部のこの、4番ですよね、そういったところをきちんとこう積み上げていかないと、まあ、そういう仕組みというか、こう戦略というかは組み立てられないだろうなというふうに思いますので、ぜひ4番をやっていただきたいというふうに思います。で4番を見るとスパックとかその舞台芸術、まだまだ浸透はしてないんですが、大きなここ20年ぐらい投資している、静岡の一つの柱がこう掲げてありますし、それも、スパック自身は、財団法人でありながら基本財産を大体取り崩しながらその芸術活動を行っているなんていうことになってますから、もうちょっと静岡県の文化とかっていうものをどういう戦略で作っていくのかっていうことを見直してほしいし、徳川家康公400年は去年やりまして、いろいろなところで家康公って言ったんですが、この府中の駿河の国で、青年期を一番多感な時期を迎えて、そして260年間戦争のない社会の仕組みはここの町で作ったっていうことに関して、家康公は日本よりも外国からの支持が高い中、どう静岡県の魅力として発信するのかっていうことの、どうっていうのがまだ出てきてないので、そういうものも含めてちゃんと足並み揃えてほしいと。それからもう一つが11番で、民間の能力で、そういったことをじゃあ誰がやるのかっていうことになると、やはり行政だけではなくて市民の力を最大限に活用できるように、でまた市民を安い人工だっていうふうに思わず、自分たちの共同パートナーだということが位置づけられるのか。で例えば道路の方も、景観管理団体という、今まで道路サポーターとかそう言ってた単に、お手伝いをするっていうようなものの仕組みがちゃんと法律的に、認め
一緒に管理をやりましょうということの法律が新しくなったりとか、そういうハード面でもどんどん市民の力を取り入れるということが法令化してくる時代なので、じゃあ、静岡県としては、この NPO なり、行政の中に市民が関わるっていう仕組みをどう作っていくのかっていうところをきちんと見るために、この11番は非常に重要なんじゃないかなというふうに思いました。以上です。ありがとうございました。私はですね、人口が減っていくということは問題じゃないと思ってますね。人口減っていくのはむしろ素晴らしいことじゃない。一体どのくらいの人口が静岡県にとっていいかっていうのをむしろ考えるべきであって、もしかすると400万ってのは多すぎるのかもしれない、300万ってのは多すぎるのかもしれない。そういう一体適正人口とかってもう少し考えながらいかなくちゃいけないんだって、人口減少で大騒ぎしてるっていうのは、じゃあ今から1975年代に人口が増えて大騒ぎしたらあれ何だったのかって私は言いたいと思うんです。あの頃1億人超えて日本中大騒ぎして人口増えすぎて大変だ、今今度減って大変だ、勝手なことを言わない方がいいんじゃないかなという印象ですけども、逆に言うと人口が減って減ったら減ったなりのやり方がある。それはですね、一人当たりの、価値を作る価値の量を増やせばいい。でそれにはどうしたらいいかっていうと、教育だと思うんですね。で今までの教育、根本から改める必要がある。それは暗記をする教育ではなくて創造する教育、文化とか芸術で、あるいはいろんな将来に考えることによって新しい価値を作って豊かな生活を作るというふうに変えなきゃいけないと思うんです。ものづくり、ものづくりってのは私は静岡県そろそろやめなきゃダメであって、価値づくりというふうに変えなきゃダメだと思う。一人当たりの価値を作る量が今10だったら、人口半分だったら20にすれば十分できるわけですから、そういう考え方だ。ただしそれにはどうしたらいいかっていうと、一つは成長産業への進出支援ということで、学生がもっと、テントリムシになるんじゃなくて創造的社会貢献、新しい文化文明を作るような教育に変えていく必要があるんじゃないか。そういった意味ではこの次世代産業の創出ということについてもうちょっと深く掘り下げて、真剣になって静岡県の次世代産業はどうあるべきかって考えるんだと。静岡県の中で非常に成功したのはファルマバレー構想というやつで、私が関わってるからなおさら言いたいんですけども、今1兆円産業が生まれるというわけですよね。これ2兆円にしようと言われる。そういうような考え方をやっぱり踏まえていく必要があるんで、これをまずですから私が次世代産業の創出というのをぜひお願いします。それから健康長寿に、日本一の推進というのが6番目にありますけれども、私なぜこれ重視するかというと、これからの社会で人口が減っていく、長寿化が進んでいく中で一番重要なのは医療費を減らすことです。簡単に言って介護費を減らすことです。でこれどうするかというと、みんなが健康に留意して健康で長生きするという社会を作る。静岡県だけでもですね、やらないことはないんですね。で、この辺をどういうふうにやっていくのか、健康はみんなでやる、守ってみんなで作っていかないと、医療費と介護費だけで、もう我々苦しめちゃうんですよ。で、この辺を私は6番目をぜひ入れたいと思います。それから、11番目の民間の能力は創意工夫の活用っていうのは、これはぜひ今後、いろんな人たちが共同してやっていくという意味ではぜひ考えていただける。私は、まずこの3つを挙げまして 4つ挙げようということなんですが、その中で2つでいいですか。さっき4つ2つに絞って、あ、2つ、では最初の2つか。ものづくりということで、いろいろ新事業の創出という
99% というか 90% ぐらいの問題はですね、産業がきちっと機能していって雇用が生まれれば、人口の問題減少するかどうか、それほどの問題なしにですね、さまざまな問題がこれ解消していくんじゃないかと、いろんな意味でですね、まず産業であって働く場ということの確保ということで、ご覧になっている方もあると思うんですけれども、がっちりなんですね。昨日は電装が出て、4兆3000億ですが、あの中ですごいドリル1本で、中に呼吸博物館でやっているものを作ってしまうというような技術、王子報奨とかですね、銀メダルですとか、さまざまな方たちがいるんですけれども、そういう中でやっぱり作業を柱にして、限りなくですね、伸ばしていくということが、私は非常に魅力的だし、こう湧き立てるものだと。だから、どっちかというと、オリンピックよりもですね、その後、大阪万博っていうかね、その東京万博でもいいんだけど、万博のような形で、この産業へ、永続的に本当に、これからの我々の行く末をですね、見守っていくというか、きっちりやっていくためにはですね、その方が 大切なことじゃないかなと思ってですね、まず、2番目を入れました。それから、もう一つということで、さまざまあるんですけれども、やはりですね、6番目の健康寿命、日本一の出身ということで、大園先生のお話もありました。医療費もかけないという、自分もですね、非常に毎日駆け足やりながら、とにかく少なくとも迷惑をかけないような形で、できることをですね、やっていくためには体力がいるということでですね、体力作りということ、そういうことを心がけながらやっていくという中で、仕事があれば、どんどん受けていくということでですね、自分のその人生を全うしたいという気持ちもあります。これはあくまでも個人的なことに入っちゃうんですけど、でも必要なことは、この5番目の、ごめんなさい、6番目の健康寿命日本一で、これ果たしてその政策的な課題の中で今適用しているかどうかわからないんですけども、今この2つを挙げるといえば、この2つを挙げたいと思います。ありがとうございました。じゃあ長崎、私はですね、今年度から実は私本格的に自治会の役員というのをやっておりましてですね、今回浜松祭りなんかも積極的に参加をさせていただいたんですが、うちの町中で結構小さい町なんですが、子供がいないということで、小学校も小さいんですが、3世帯4人とかそういう形で、子供会を優勝してしまうとか、そんないろんなことがあってですね、自治会長なんかともいろんな話をする中で、やっぱり地域として、何ができるか、防災も含めてですね、やっぱ地域という非常にこう、一番小さいそのコミュニティみたいな単位で、何ができるかっていうことをいろいろ考えていかなきゃいけないよねなんて話をしている中で、県知事が関西に提言書を出したときも、やっぱり県民総係なんていう話もありましたけれども、やっぱり自分自身が、県民が自分自身として何がどう関わっていって、何かいいことができるかっていうことを考えるときには、この5番の地域で抱える教育の推進みたいなところも、非常にこう自分ごととしてできることだななんていうことを考えたりしました。そういうところでも、ある意味このコミュニティスクールっていうのは非常に新しい試みではあるんですが、地域で支える教育とか学校っていうのは、いまだに非常に古い組織の中で、自治会の役会長がその評議員をやっていたりとかいうところで、まだまだ古い仕組みが残っていながら、コミュニティスクールって非常に難しいところなんじゃないかなっていうのが現実的に見ていたりするので、ちょっとこれは議論してみたいなというふうに思いますので、まず5番。それともう一つは、同じくその県民として、一人の人、普通の人として関わっていく中で、やっぱり11番の、NPO だったりとか、指定管理だったりとかっていうところ、利用者としての位置づけだったりとか、それと逆に今度、提供者としての県の人の役割というところも、どういうふうにそこで、ミックスというか、融合というか、コンセンサスというか、いうところを持っていくのかっていうことも、あまりまだ議論したことがないんじゃないかなっていうふうに思っています。で、設置者としての、業格としての、設置者としてのその施設の在り方とかっていうことはあるんですが、事業レビューとして学生さんとか、普通の県民の人たちの評価者で入っていく中で、
じゃあそれを利用している人たちの視点はどうかなということも事業レビューという場合では一つ出るのかなと思っています。そういうところでも事業レビューで、議論してみたいなというふうに思います。11番です。以上です。しますのは、他はしたら結局テラダインと似ちゃってるんですけれども、丸2番と丸6番と思います。観点は一つはやはりやっぱり県内で暮らそう、県内で働こうと、県内でっていうことを考えると、やっぱりきちんとお金を稼いで飯が食えるというところが大事かな。そういう意味ではものづくりに限定しなくてもやはり数の上で圧倒的に多いですね。中小企業を中心として付加価値の高い、もっと言うと給料はちゃんと出せる生産性の高い産業、あるいは若い学生諸君から見れば、与那覇大臣をかけではなくてですね、新しいことにチャレンジしようという議論ができるといいなと思います。で観点の2つ目がそういう若い学生諸君も議論に参加するということなんですが、観点として3番目は逆にですね、シビルミニマムといいますか、どこの府県でも やらねばならない当たり前のことみたいなことはではないものを選ぼうというところで選んでいます。で丸6番の、健康長寿日本一ということで、確かに元気な若い学生さんが多ければ、まだ健康ということをすぐ身近なことには考えてないかもしれませんけれども、これを岡部委員と重複しますけれども、人口が多いか少ないかという絶対数ではなくて、こう急激に高齢化が進んでいるというその変化のスピードが問題だと思いますので、やはり4人で1人を支える、3人で1人を支える、でおそらく今の学生諸君が社会に出るときには1人で1人を支えるという社会になりますので、いかにこの保険、医療、福祉のコストのかからない社会を作るか、こういうあたりで議論ができるといいなというふうに思いました。はい、ありがとうございました。それじゃあ、フリーダイビングお願いします。はい、私は一つは一番の次世代産業の創出です。まあ、産業界に来てますとですね、やっぱし売上は絶対とまで言いませんけど、やっぱり必要なものでございまして、でそういう意味では、今や急務であるこの新産業の育成ですね、税の増収と雇用促進、これにはなくてはならないもの。で一つ言えることは、静岡県独自の新産業の育成を今、やろうとしているわけでございます。でその中には大きなお金が使われているんじゃないかなと思います。それがどのように使われ、どのような成果を与えているのか、やっぱし学生さんも含めて検証する必要があると思いますし、静岡県の地元産業の就職にもそれがつながっていくのではないかなと思っております。早い話が、学生さんは就職していく産業をセレクションしていく中に、次の産業をどのように考えているかということを一緒に考えれたらいいかなと思っています。それから2番目は、私はちょっと泥臭くですね、7番目の多様な保育サービスの充実を挙げました。これはやっぱり人口減少の中で、働くお母さんたちの見方とは一体何ぞやということで、保育サービスというのは大切なことであるし、いろんなニーズに対応する保育サービスが今問われているんじゃないかなと思います。でそのような形中で支援がどのように行われ、どのような効果をもたらしているかっていうのも、これも検証していく必要があると思います。当社で働く人の約7割近くが、女性の方でございまして、そして産休を終えた後、皆さん働いていらっしゃるんですけども、なかなか雇用が難しい中において、
切実にこの保育サービスの充実を考えるわけでございます。それと同時に学生さんにとりましてはですね、自分たちもいつかそのような形になっていくわけでございますし、何年後そういうことを想定しながらこういう問題の議論するということだった、それなりに意義があるんじゃないかなと考えました。以上です。お手入れお願いします。はい、私は2番と11番で、いろんな委員の方が、おっしゃってますけれども、やはり中小企業の占める割合って非常に大きいわけで、そこの支援というか、その生産性向上の支援とかというのは非常に、重大な事業だと個人的には思っておりますので、この辺をテーマにしたらいいのではないかと。それから民間活力の方はですね、民間の能力をどんどん注入して、行政が変わっていければいいのではないかというふうに考えております。以上です。一通り皆さんから意見をお伺いしました。私としては、1番と7番を挙げたいと思います。で、まあ、1番と2番というのは関連性がありまして、非常に難しいんですけども、この成長産業、成長戦略っていうのはアベノミクスでもですね、なんかあまりうまくいっていないという評価なんですよね。で、まあ、県の方では、やっぱり産業成長戦略っていうのを打ち出されるっていうと思うんですけども、中身は多分インフラの整備とそれから、研究開発、事業開発、事業化と、こういうような流れをですね、産業競争力強化という観点からですね、一貫して、戦略的に推進するというふうな仕組みになっていると思うんですけども、果たしてこれ、さっき古谷さんもおっしゃいましたけど、ちゃんと機能しているのかどうかっていうのがね、ありまして、でそもそもその成長産業分野とは何かっていうことなんですけども、静岡県にとって重要な戦略目標、戦略成長産業っていうのは何かっていうのはあまりちょっと明確でないような気がするんですね。でこれを見ると資料を見るとやっぱり先端技術シーズの産業化みたいな話がね中心になっているんですけれども、例えばですね、具体的な例を挙げますと、今世界の成長産業、一番規模の大きい成長産業って何かって言ったら観光産業なんですよね。で観光産業でこれだけ世界中でグローバル化して、日本のインバウンドがね2000万人から20年では4000万人になるというような状況でございまして、世界の観光人口ですね、東京オリンピックが行われている未来の2020年には18億人になるというふうに言われています。ですからこれがあるから航空機の需要が非常に増えるわけですよね。航空機も多分世界中で倍増するというインフラ産業につながるわけでして、ですからその先端技術シリーズから産業を考えるという考え方もありますが、実際にニーズですよね。自分のニーズがなくてくるものとですね、これ雇用の観点からするとき考えてみる必要があるというふうに思いまして、例えば農業とかで、それから介護福祉なんていう雇用から考える大きな成長産業だと思うので、まあここら辺ね、どう組み合わせていくかで、なんか静岡県、観光県って昔から言われてますが、観光っていうのはなんか観光文化部とかなとかっていうふうになってますね。ですけど、さっき言いましたように観光っていうのは大きな産業で、波及効果の関係も多いので、これ例で言ってるんですが、そうしたような町内のですね、部の中とか
えば、産業だとか産業振興財だとか、そういうような連携とか組み合わせって、本当に有効に行われているのかどうですか、というようなことを含みましてですね、この成長産業分野の、ね、進出支援というのが、もう一回ですね、根本的に検討していったらどうかなというふうに思います。それから7番目の対応の保育サービスの充実ですが、これは皆さん、毎日目を通すことが多いと思うんですけれども、女性の活躍とかですね、働き方改革というのが求められる中で、喫緊の課題としてですね、とにかく待機児童が多いとかですね、から保育士が不足しているだとか、こういう問題がございます。で、そうした子育ての受け皿の整備とかですね、からその数の問題だけじゃなくて、保育の質の問題、こういうような人材の問題も含めてですね、こうした問題、それから小一の壁って言われてますが、幼稚園保育園からですね、今度その小学校になった時にですね、その社会的な支援というのを継続していないという問題ですね、その学校の保育の問題を含めてございます。こうした子育ての社会化というようなことをですね、本当にスムーズに行えるような仕組みになっているのか、市長との連携が、だったと思いますが、その中で県の果たす役割って本当にどういうものでちゃんと、行っていくのかどうかというようなこと、それから個人的な関心としては、今保育園という問題になってますが、保育園と幼稚園の問題、じゃあ保育園と幼稚園というのは役割と違う、就活環境と違うということになっているんですから、実際問題としてですね、じゃあ幼稚園を卒園した児童と、保育園を卒業した児童というのは、例えば小学校に入ったらどう違うのかなというのはあまりね、よくわからない、検証した例を見たことがない。で、そういうことも含めて、ちょっと多様な意見を聞いたら、ありがたいかなというふうに思いました。で、特に学生の皆さんにとってはですね、これからも、いろんな社会生活と伺えていますので、安心して今後で育てられる社会をいかに築くかというのはですね、非常に大きなテーマだと思いますし、身近な問題ですので、ぜひですね、私としてはこの大人の方にですね、台湾のサービスの充実というのをですね、いろんな観点から議論していきたいなというふうに思いました。私の意見は以上ですが、どうでしょうか。それでは本日ご欠席の小野委員のご意見を紹介させていただきます。小野委員は1、成長産業分野への進出支援、同じ中からお選びになったんですが、2の新事業の創出及び中小企業の、生産性向上の支援を選びたいというご意見でございました。両者を選定された視点としてはですね、人口流出を減らすには仕事を作る、働く場を作ることによって雇用を創出することに尽きると述べられておりました。また創出したその雇用に対応する労働力の確保に関しましては、多様性ということをキーワードとして女性にその能力を最大限発揮していただく、社会進出していただくには男性が変わらなければできないんだろうねというようなご意見とかですね、女性や障害者あるいは外国人の方もまで含めた多様な労働者を確保するための環境整備が大切だと、いったご意見をいただいたところでございます。この委員はご意見は以上でございます。はい、ありがとうございました。ちょっと、この辺で取りまとめをしなきゃいかんわけですが、冒頭ちょっと申し上げたんですけど、それぞれの数の分野で数も多いのということですから、要は経済産業部と健康福祉部ですね。ちょっと待ってください。一応数の多いものでいくと、A のブロック
と、自動的に言うと1はまあどっちかもしれないけど、だから問題はちょっと B と C でして、要するにまあ関連部がですね、担当部が健康福祉部ってことで、肋骨と7が一緒なんですよね。なのですから、設置すれば、どっちかですけども、一応 C のブロックから選ぶとすると7になるので、そうすると B のブロックの方が、できたらば4か5、1つずつですね、というようなことになるのかなというふうに思います。で、B の方は11が B ということで決まりだと思うので、ここら辺はそんな考え方で、申し上げたんですが、よろしいかどうかという皆さんから。私は、2と6を押したのですが、1と2っていうのが、まあ、くしくも数が一緒ですけれども、実はこれ、かぶってるという気がします。で、もしここに書かれている通りに議論するのではなくて、こう議論の中身が少しこう幅があるのであれば、私はちょっと変えてもいいかなと思っています。で私は2につけたのですが、もし1でいくというのであれば、これ1に変えてもいいかなと。でただしというのがありまして、やはり複数の委員の先生から、まあ、働いて稼いで食べていくのは基本だというところは共感します。それから新しい分野の産業ということにも共感するんですけど、新しいものはどこから出てくるかというときに、既存の大企業よりは中小のベンチャーに期待する方が面白いんじゃないかなと思って2につけたのですが、もし1でですね、規模の小さいベンチャーの議論も排除しないというのであれば、1に変えてもいいかなと思っています。というのは大企業 の, 最先端というと、もし学生諸君がここを目指すならば、本丸は東京と名古屋ですから、ますます流出することになると思うんですね。だからそういう議論にならないというならば、1に変えてもいいかなと思っています。それから6につけたのですが、これを4に変えてもいいかなと思っています。で、まあ、福祉分野は6と7でかぶっているので、仮に7を採用するとしたらば、私の6というのを4に変えてですね、そういったいわゆる観光というお話が佐藤委員長からもありましたけれども、いわゆる一番このソフトな部分でですね、若い学生諸君の感受性の豊かな議論もできると、それもいいかなと思いました。ということで、一応形としては丸1にするということでよろしいでしょうか。じゃあ一応 A のブロックはご了解いただいたということで、丸1にしたいと思います。で、B はどう
健康福祉部なんで、一応あの B の中で W をかけると丸4ということになりますけども、寺田委員から、はい、言葉でありますあのこの中で私はもうほとんどがウェイトはその産業の今の1人の方へ置いていたので、あとは部族的っていうか先ほどお話した通りで、はい、あのそこをフルノフレスにあんまり言葉でありません。先ほど先生どうでしょうか。いやあの医療というのは教育っていうの問題っていうのは自分でも一生懸命やってるテーマがありますし、あのどう若い時に健康の自由は考えないんだよね。健康長寿なんてみんな健康だから、にだからそういう時からこう医療高い検知から将来の医療の問題とか介護の問題を考えて、それが働くって、これからの65歳の定年だったらなくなっちゃうと思うんです。一生涯働く、その一生涯働くってどういうことかというと、健康で心身ともに健康じゃないとできないので、やっぱり若い時からこういった問題考えてもらったらどうか、そういうの。でこれは実はあのスポーツと関係あるんですね。あのスポーツとかですね、いろんなあの他の分野の問題は結果に運動するだけじゃないんで、あの総合的に健康長寿のための施策についてあの議論していただくっていうのが重要じゃないかなと。産業福祉も相当なるんじゃないかなと思ってますから、ぜひこの健康長寿ということをやるのが申しました。まあ、あのしかしちょっとあの産業の方が、ブロックの産業の方が、まあ、健康福祉とは同調保育大学の予算ということで、あの決まりますと、やっぱり重複をしないというような関係かと、まるのようにとさせていただきたいと思うんですけども、ご理解いただけますか。でも、まあ、ないです。観光であのあちこち活発に出会うというのが健康調査の知り合いの話です。4番でも、特に、いろいろないのですが、今までのこの皆さんのご意見の中から考えていくと、例えば産業としての、観光産業とかそういう形での議論になってしまうと、一度たぶってしまっていくので、少しその辺のトーンを考えながら、文化観光という、まあ、高木さんもおっしゃったような話に、まあ、重きを置くというか、産業職として捉えていくのではないような話もしていただかないと、一度だぶってしまうかなと思うので、そのあたりの、まあ、ご配慮というか検討をお願いできればなというふうに思いますが、いかがですか。まあ、この、 企画書の内容がそういうふうになっているところで、意外に損失する連動企画ということで、文化プログラムの中心になっていますので、今の段階で産業として議論するという観点とはちょっと違うところがあります。終盤に乗ったような補足提言なんですけれども、このオリンピックの文化プログラムで、非常に注目を浴びているのはやっぱり前回のロンドン大会なんですね。であれで非常に評価されているのは、福祉大国イギリス、その国民健康保険であるとか労働者の福祉をこの戦後ずっと半世紀やってきたっていうそのイングランドのアピールになってますね。だからおそらくこれを議論するのは単にこうお祭りとしてのイベントっていうことだけではなくて、この住んでよしのね、静岡県というものをこの文化の切り口でどうこうアピールするのかっていう、そういう議論に結びつければ発展性があるんではないかと思います。そうすると、一応まとめとして、A が、1番、B が5番、C が7番、D が11番ということで、決定したいと思いますが、よろしいでしょうかね。はい、まあ、
しまして、一応あの、以上、両施策を今年度の事業計画ですね、対象に決定したいと思います。各施策の連携議論のテーマと事業、対象事業につきましては、次回の委員会でですね、検討したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、第1回静岡県行政政改革推進委員会を閉会いたします。本日はありがとうございました。